ワルハラ宮でシドと相対したシュンは、自ら封じていた真の力を解放してシドを倒した。だがその時、同時にシュンを狙っていた何者かの剣を駆けつけたシャイナが懸命に防いでいたのであった。これは一体。やはりマリンの考えは正しかったようだ。シドの守護星ゼータ星ミザールに影のように従う双子星アルコル、そろそろ姿を見せたらどうだい、アルコルのゴッドウォリアー。シドの影、アルコルのゴッドウォリアー。この俺の存在を知っていたのはヒルダ様ただ一人。他のゴッドウォーリアーは無論のこと、シド本人ですら知らずにいたのか。よく見抜いたな、シャイナとやら。さあ、アンドロメダ、その手の中のオーディン・サファイアをおとなしく渡してもらおうか。そうはいかないよ。私が相手になってやる。お前の相手は私がしてやるよ。俺のこの剣で地獄に落ちるがいい。ファイト。シャドウバイパックタイガークロー。その女セイントの邪魔をしなきゃ。アンドロメダ、ガノータウロスのアンテバランキングこの俺の剣によって倒されたの。ガノー、捕まりな。サンダーランド、やはりサンクチュアリのアルデバランをダメージしたのはお前か。おかしいとは思ってたんだよ。いくらゴッドウォーリアーが強大とはいえ、あのアルデバランそう簡単にやられたりするわけないんだからね。ダバリナ、俺の見たシドの実力を持ってしてもゴールドセイントのアルデバランとは互角にしかない。ダバリナ、そこか。ダバリナ、で闇討ちってわけかい。このカバリナ、闇討ちなんてそこか。アスベルグのゴッドウォーリアっていうのはこんなに卑怯なやつ。パーフェクトウィナー。このシャイナに立てつくからさ。これが真のセイントの実力ってやつさ。さあ、二人仲良くあの世に行け。シャイナさん、あー誰だ。フェニックス一騎。バカな、フェニックスはミーヴと相打ちになり生き絶えたはず。確かに俺は一度は死を覚悟し弟にアテナを託そうとした。だが今の俺にとって死ぬということは、弟や聖夜たちとも俺に夢を託して死んだミーメよ、そして自らも戦っているアテナすらも見捨てるということと同じなのだ。そんなことが許されるわけがない。俺はアテナのセイント。たとえわずかでもコスモの炎が燃えている限り、どんな逆境からも立ち上がることができるのだ。シュン、一度たりとはいえお前たちを見捨てようとしたこの俺を許してくれ。兄さん。美しき兄弟愛というのはくだらん。所詮この世は己一人、力ある者のみが生き残るのだ。たとえ兄弟であっても勝つ者と敗れる者に分かれる場合もある。情けは無用。バド、まさかお前は。そうだフェニックス、お前とアンドロメダのようにこのバドとシドも血を分けた兄弟。ミザールのシドは俺の弟というわけだ。ならばなぜ弟シドが戦っている時加勢しなかったのだ。このアルコルのバドはシドが倒れるまであくまで影でしかない。だがシドが倒れればこの俺がゼータ星のゴッドウォーリアーとなるんだ。わざと弟のシドを見殺しにしたというのか。
もはや貴様を葬るのに何のためらいもない。この線を越えると死ぬぞ。俺のこの剣で地獄に落ちるがいい。はいっと、シャドウバイキング。お前などには分かるまい。大戦友や弟たちがいたからこそ俺はこの世を信じ戦い抜いてこれたのだ。そして今もこうして蘇ることができた。お前が蘇ったところでわずかに命を流れたし、このバドと戦うというのだ。弟を見殺しにして何も感じないのか。ブロンズセイントごとくに敗れた者が悪いんだ。シャドウバイキングタイガー、今の俺にはたとえその命を与えていることがある。弱者の冷たい後ろにフェリック幻幕。それが全力を尽くして戦い倒れた者に対する言葉か。ましてや血を分けた弟への。うん、エルさん、シドの剣をすでに見切った。シドごときの剣と俺の剣を一緒にするな。フェリックの男たちよ、フェリックス最大の奥義、ホワイアス転生。おい、できるとコスモは燃え盛っている。どこへ行こうと俺の勝手だ。フェニックスの羽ばたきをもってすればたやすいことだ。元より血のつながりなど無意味なもの。いや、兄弟であるがゆえ余計に憎しみが増すこともあるのだ。憎しみだと、バカな。そうか、ならば教えてやろう。とある双子の兄弟の宿命をな。その昔、アスガルドでも一二を争う名門の家に双子が生まれた。だがアスガルドにおいて双子は家を滅ぼす者として忌み嫌われ、どちらかを選ばなければならない掟があった。選ばれた赤ん坊が母親の温かな胸に抱かれている頃、もう一人の赤ん坊は身の凍るアスガルドの風雪の中に捨てられたのだ。それがこのバドだった。俺は自らの宿命を呪わずにはいられなかった。だがたとえ神が俺を見捨てシドを選んだとしても、俺は自分の手でシド以上の男になってみせると誓ったのだ。無様に敗れたシドに代わって、ヒルダ様もこれからはこのバドがゼータ製のゴッドウォーリアとなることを認めてくださるだろう。そしてお前たちセイントを討伐した最も優れたゴッドウォーリアとして、その歴史に名を残すことになるのだ。かわいそうな男よ。何？血を分け、この世でたった一人の兄弟を憎み、それに代わって歴史に名を残したとて、一体何が得られるというのだ。バドよ、お前に聞こう。シドが旬の騎士改正の剣を浴びたとき、なぜお前は手を下したのだ。それは影のゴッドウォーリアとしての俺の役目。それだけではあるまい。お前はシドを救おうとしたのだ。確かにお前には決して消えぬ憎悪がある。たとえ起きてとはいえ、お前を捨てた親を恨むのも仕方ない。だがシドには何の罪もない。それはお前自身よく分かっているはずだ。黙れ。この世にあるはこのバド一人のみ。他に何があるというのだ。もはや問答無用、喰らえ。この線を越えると死ぬぞ。俺のこの剣で地獄に落ちるがいい。はいっと、ヨカロウ。お前たちが何度でも起き上がってくるというのは、この俺も何度でもお前たちを打ち倒してやる。フェリックス幻幕。バドよ、
俺たち兄弟、幸せな星のもとに生まれたわけではなく、一時は敵と味方に分かれて戦ったことすらあった。今こうしてアテナのもとに素晴らしい友達、一つの目標に向かって戦うことができる。俺たちのような不幸な星のもとに生まれた兄弟で、いつか平和に暮らせる世の中が来ることを信じて、そのために俺たち兄弟は力を合わせて戦う。この世でたった一人の弟を妬み憎み、それで得た勝利など何になる。信じられん。このことに犠牲の世の中に存在すると、このアテナのせいに。シャドウバイキング、お前の全身比例を突破に向ける。フェニックス剣祭。勝者パーフェクト。剣は肉体よりも精神を砕く。どこへ行こうと俺の勝手だ。フェニックスの羽ばたきをもってすればたやすいことだ。バトよ、フェニックスを撃て。早く。何？シド、しかしそれではお前ごと撃ち抜くことに。構わぬ、すでにこのシドは死したも同然。あなたがゼータ星のゴッドウォーリアーなのだから。早く。シド、ひょっとしてお前はバドの存在に気づいていたのではないか。ずっと昔から。なんだと？ならばお前はこの俺がお前に取って代わろうとしていたことも承知の上で。あなたの憎しみは当然だ。でもこれだけは伝えたかった。このシドも父や母も決してあなたのことを忘れたことはなかったと。しかしあなたはこのシドを救おうとしてくれた。もはやこのシドにとってこの世に何の悔いもない。血を分けたあなたにゼータ星のゴッドウォーリアを託すことができるのだ。さあ、今度はこのシドがあなたを助ける番だ。私に構わず剣を放つのです。バドよ、その剣、撃てるものなら撃ってみろ。このフェニックス、あえて避けはせん。くそ！どうしたバド？兄さん。シド！なぜだ？なぜあれほど憎んだシド？この世には憎しみ合い殺し合うことが絶えずある。親子であっても兄弟であっても。だがまだ汚れを知らぬ頃、子は親を慕い、兄弟は信じ合っていた。今もそうありたいと願っているはずだ。ましてこの世に二人っきりの兄弟ならばなおさら。シドよ、今までの俺を許してくれ。せめてその償いとして、兄である俺の手によってお前を俺たち兄弟の父や母の生まれた祖国の地に返してやりたい。そして再び生まれ変わることができたら、今度も兄弟として戦いや憎しみのないこの美しい祖国で暮らしたいものだな、シドよ。